ラジオネーム梵天 FM 滋賀。有吉さん、EDM の通称は、うん、ED My Penis だったと思うのですが、合ってますか？僕は ED なので、覚えていました。違います。違った。ラジオネーム、いわり。西堀。はい。ノン。はい。お前ら有吉さんのこと何にも知らねえんだな。え？有吉さんのお袋の味は鶏の血を固めたやつ。有吉さんの EDM はホーミー。有吉さんの好きなスポーツは相撲。これがモンゴルの遊牧民有吉だ。俺モンゴル人じゃねえからこれ。違う、モンゴル人よ。そんな強くないのよ。牙民族じゃないから俺。めちゃめちゃ濃厚民族だから日本ですからね、うん、ラジオネーム、はい、ゲスザワ。ポケモンの話題。はい、FM 群馬。有吉さん、この間ピンサロ行ったらなんとベロリンガーが出てきました。そのベロリンガーは舐める攻撃を繰り出してきたので僕には効果抜群でした。ベロリンガーベロリンガー。ラジオネーム三平。先生、我々選手一同は14時過ぎに目を覚まし、とりあえずテレビと扇風機をつけ、生ぬるい風を浴びながら宮根誠司の悪口を言い、飽きたらパソコンで新着エロ動画を探し爆音で再生し、しこり疲れて横になり、天井の木目を見ながら携帯をいじり、ツイッターで見知らぬブスに上から目線のアドバイスを送り、シカッとされブロックし、イメクラ嬢に卑猥な LINE を送り既読スルーされて落ち込み、しこり意を決して散歩に出かけ、スケブラしている可愛い JK を追跡し、 JK の彼氏に胸ぐらをつかまれ作り笑いで言い訳し、媚びへつらい命がらがら逃げ出して帰宅し、しこり台所でカップ焼きそばを作り、うどんを混ぜて量を増やし、2分弱で平らげ、ワンカップ大関で嫌な記憶を洗い流し、泥酔状態でサンドルのネタを考え、疲れたら湿った布団に入り、体力が余っていた場合は軽くしこり、イメクラ城から LINE が返ってこないことを寂しく思いながら泥のように眠ることを誓います。おやすみなさい。三平さん、以前からちょっと注意してますけど、いや、選手先生じゃないから。サム・スミスのスピーチだから。グラミー賞受賞のスピーチだから。先生が、チコリーじゃないんだ。何回もしこってるけど。チコリーって言うの、うるさいんだ、ほんと。4、5回しこってましたね。違いますからね、ちょっと趣旨。面白い。ラジオの三平。2年前のサンドリで有吉さんが、ジジイとかよ、ババアのタレントがよ、スマホに変えたんですとか、まだガラケーなんですとかよ、うるせえんだそんな話、バカか、そんな奴がいたらすぐ報告してくれよな、うん、と吠えていたのを聞いて以来、はい、ずっと注意して探していたのですが、はい、ついに1名捕獲しました、うん、賞味期限切れかもしれませんがご報告をいたします、うん、ネット番組を始めた身のもたる発言より抜粋、僕自身はインターネットが得意じゃなくてね、最近やっと iPad が使えるようになったんだけど、携帯は未だにガラケーです。おいクソモンタ。正直俺はな、有吉さんがなんで切れてんだか絶対わかんねえんだけどよ。軍曹の命令は絶対だから一応力せてもらったぜ。あとついでにこれだけは言わせてくれ。幻のゴッドハンドで女子アナのケツ触ってテレビ界から逃げ出しているエルトカゲのネット番組なんざ誰が見るか。全国の地下連中集めて新宿のガード下でな、ミノモンタ反省会でもやってるよ。これは全部、うん、あの三平さんの、そうですね、そうです、そうあげときますけどね。まあ、報告ね、一応しといてくれ、はい、してよ、ちゃんとね、お願いしておきました。やってくれてた、うん、ラジオネーム三平。アリス、メンズ服、レディース服の枠にとらわれない自由なファッションセンスで注目を集めているジェンダーレス男子の原宿系モデル、近藤陽次君23歳が、うん、スタイルブックの発売記念イベントでこんなことを言ってやがりました。最近どんどん自分の顔に老いを感じてきて、自撮り写真でも漏れなくなってきたんですよ。今度は
ジェンダーレス男子としてではなく、近藤陽次として、ゆるい感じで、テレビに呼ばれたいですね。誰だてめえ原宿でしか知られてねえクソガキが自撮りで盛れなくなってきたとか知るかよ。ガンプラ用のなパテ盛り付けててめえの顔面田中陽次に改造するぞ。大体なジェンダーレス男子って何なんだよ。2年間伸ばし続けた髪をツインテールにして、妹が着なくなったミニワンピをジャストで着こなしてる俺の方がジェンダーレスだろ。俺のスタイルブックも発売しろこのクソ野郎。めちゃめちゃ今多いよね。リューチューバーとかね、やっぱ一人出るとねバッと行くんだね。行きますよね。リューチェルだペーだクソだね、シリだあれチンコだいるかな。チンコさんはあんまりチンコさんお見かけしない。パイゲだシリゲだよ。パイゲシリゲ出てくんな。面白かったな。ラジオネームブラザーフットオブスティール、雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫なチンコを持ち、欲はあふれ決してなえずいつも凛として立っている。一日にエロ本4冊と煮卵と少しのサプリを買い、あらゆることを女の裸に連想させてよくしごき立たせ、そして果てる。野原の松の林の陰の小さな実家の離れにいて、東にけなげな子供あれば行ってノーフューチャーと教えてやり、西に疲れた母あれば行って今日のお小遣いをもらい、南に死にそうな人あれば行ってラップで超絶ディスり、北に喧嘩や訴訟があればすぐさまリツイートして鬱憤を晴らし、日照りの時は外に出ず寒さの時は布団さえ出ず、同級生に誰だっけと言われ近隣住民と関わらず絶対に働かず、そういうものに私はなりたい。宮沢賢治に怒られるぞ。なりたいじゃないんだ、加減しろ。知らないな意外と。ラジオネームコアドラ、有吉さん基本的に何にでも合うと思われている鳥の血を固めたものですが、うん、逆に有吉さんがお試しになられてこれはないなぁと思った組み合わせありますか。見た目がそうだからっつってさ、あれやっちゃうとダメなのよ。馬の血の中に小豆入れちゃって固めるのやつ、羊羹みたいになるだろうなと思うんだけど、全然全然わかんない、全然美味しくない。それはそれ美味しくないでしょ。馬の血で小豆入れるって何、馬の血って気持ち悪い。何馬の血で小豆入れることあるんだったの。赤と赤で馬やで、馬屋で買うのよ俺は。馬屋って何すか、何すか、トラ屋みたいな。羊羹のトラ屋みたいな。どうですか、暑い、まあ今日はちょっと東京は涼しかったんだけどね、意外とね、はい、まあ来ますよねこれ。なんかしないの、なんかなんかしないの、夏だからってなんか やんないの、別にやんない、やんないね。もう暑いからって、もう暑いから何にもやんないよね。よくやるよな、夏だからなんかやろうぜっつって、バーベキューとかね、海だとか。昨日だから芸人キャノンボールでさ、はい、いろいろ湘南の方の海、鵠沼の方行ってたらさ、やっぱプールも海も若い人いっぱいいるね。もうすごい、ほんと俺もゾッとしたもん。なんで、いやまあね。いや例えばてめえの、子供なんかができてさ、ですよ、なんかプールだ海だ、行きたいって言うじゃない、やっぱり年取ってく、年頃になりゃ絶対言います、幼稚園ぐらいになりゃ。その時どうしようかなと思ってさ、俺子供もいねえのに震えちゃったよ。でもあの中飛び込んでかなきゃいけないわけですよ。そうなの、どうしようと思ってさ、マジかよと思って怖くなってますます。いや今からもう怖いです。でも子供みんな行きたがるとこに
多いとこに行きたがりますから、祭りだとか。そうだよね、だって空いてるとこがは嫌なんだ。嫌なんですよ、人がぎゅうぎゅうの芋洗いみたいなところがいいんだもんな。もうそれは俺の実家の誰も来ねえような池に掘り込んじゃダメなんだもんな。泳いだろっつって。いやダメ、池の泳いでるじゃダメなんだろ。ダメですよ、東京にそんな池ない。いやあれすごいなと思ってた。みんなパワフルだなって、お父さんお母さんも子供連れてさ、ポケモンの映画連れてったり。そうよ、大変ですよ多分、ね、俺もし分かんないですけど。いやパワーありますよ本当だね。まあ、大変だと思ってさ、暑い中さ。そうですね、特に何もしないな。なんだよ、ビールうまいな。いやそれもビールうまいよな。はい、それはですね、それはいいですよね。うん、どうしようね。いいんじゃないですか。いや、特別にね、我々日陰にいましょうよ。そうですよ、日陰に。まあ涼しいとこにいればいいんじゃないですか。まあ、俺は今ありがたいことにテレビ出てるからね、はい、まあ、その日の当たる場所で仕事をさせてもらう。違います違います違いますよ、お前ら。その日陰じゃない。今の俺たちの現状じゃないですよ。お笑い的な日陰じゃないですよ。現状もそうなのにさらに日陰にいたいのかなと思って。日陰&日陰だから大丈夫かなと思って。夏の話から日陰&日向じゃないとちょっとやっぱ精神的なバランス大丈夫かなと。じゃあ分かりました、真っ黒になりますよ。ちょっと出てやはり焼けば焼けば焼こうよ。普段引っ掛けにいんだから。ラジオネームセンターエビス。アリさん、ポコチン GO でおなじみのアニメポケモンがキャラソンプロジェクト第6弾としてピカチュウの歌なるものを発表したのですが、その歌詞がヤバいです。以下歌詞を抜粋します。ピーカーピカチュウピカピカピカチュウピカピカピカチュウピカチュウピカ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 。聞いたか、腐れアーティストども。これが音楽だよ、これが歌なんだよ。お前らが薄っぺらな曲でな、中高生を騙して小銭稼いでる間にな、ピカチュウは人間賛歌を歌い上げてんだぞ。とりあえずナオト・インテライミ、西野カナ、加藤ミリア、森進一、この4人はピカチュウのコスプレでな、渋谷を徘徊してモンスターボールじゃなくてな、角材投げられてる。森さんまで入ってる。なんで森さん入ってるんですか、ね。うん、でかすぎて気持ちが悪い元柔道家篠原慎一がイベントでリューチェルのコスプレをし、自分のことをシノチェルと名乗ってやがりました。おい銀メダリスト、お前頑張りすぎか、仕事選べ。シノチェルとかほざいてるけど完全に人食い怪獣じゃねえかよ。お前のシドニー五輪での活躍を俺はな、テレビにかじりつくようにして見てたのに、たった15年でこのざまかよ。せめてもうちょっとその体生かして、顎で瓦10枚割りとかマウンテンゴリラに大外狩りとかな、やってくれ。さっきから寝ても寝てもシノチェルが夢に出てきて起きちまうんだよ。責任取ってくれ、もう4時だぞ。篠原さんに、いやまあ優秀になること多いからさ、はい、言うのになんかやっぱりさ、本当は金メダリストですもんね、うんうんうん、だから本当金メダリストだ、ね、あれ誤審だから、ね、正規の誤審ですから、うんうんうん、本当は金メダリストですもんね、うん、って言ったら、いやあれはもう僕は銀ですってさ、そこだけあの肩を押したようにさ、謙遜するのあれ相当言われてんだろ。もう金ですよねとか、誤審ですねって言ったらなんか相当怒られたんだろうな、なんか、うん、潔悪いな、柔道関係者とかから結構言われたんだろうな。そうでしょうね、柔道家っていうのはそういうもんじゃないんだって、審判の判定は絶対だ、うん、みたいな怒られたんだろうな。それ言うとさ、いやもうご飯もう銀ですから、あれはもう銀です。でめちゃめちゃこの人かたくなだなって思うよね。あれ結構冗談言う人なのにさ、あれだけ結構なんかすごい言われたんです。かわいそうだよ、ね、だから金メダルだから、本当に金メダルですから。そうですね、